サターンスカイサターンスカイは、アメリカの自動車会社、ゼネラルモーターズが製造し、同社のサターンブランドから販売されていたロードスター。同ブランドでは初めて、かつ唯一のオープンにシータースポーツであった。姉妹車として、同じく GM のポンティアックソルスティスがあった。エンジンは、直列4気筒のみで、177馬力の 2.4L と、 260馬力の 2.0L 直噴ターボの2種類。駆動系はフロントミッドシップの後輪駆動。屋根は電動ソフトトップが標準装備。トランスミッションは ICAICAR-5 型5速 MT と g m ッ5 l 4 0 e 型5速 AT の2種類から選ぶことができた。2007年モデルとして2006年初頭から北米で販売が開始された。 なお、欧州及び、韓国向けには、オペルと GM ダイウから、それぞれオペル GT、ダイウ、G2X として販売されていた。これらはすべてバッジエンジニアリング車であり、ソルスティスを除き、フロントグリルのエンブレムを除けば、外観の違いは、ほとんどない。製造は4車種とも、アメリカデラウェア州のウィルミントン工場で行われた。なお、 左ハンドル仕様しか用意されないため、英国向けのボックスホール版は存在しなかった。2009年に、ウィルミントン工場の閉鎖により、姉妹車のソルスティスと共に生産終了となっている。また、G2X はそれ以前に販売終了となっている。g 2 x g o 2エクストリームからの略語、ありがとうございます。